のため言っとくけどさ。なんだよ。あいつの名乗りを邪魔しないでよ。あんなのじっくり聞きたいか？興味ないから早く済ませてほしいだけ。気が合うな。完全に聞こえてるぞお前ら。上演中のおしゃべりはマナー違反だろうが。悪かったな。黙って見てやるから始めてくれ。お素直ね。誰が呼んだか知らないが、呼ばれて飛び出てここに参上。2周年の記念に呼んでくれなかったらどうしようかと不安になっていたところだ。誰が呼んだんだ。呼んでないよ。だもん、呼ばれてなくても押しかけ水産、ね、その名も人を呼んでギルガメッシュ剣山。光の戦士を目指す者よ。冒険のクライマックスを迎えるお前を俺のやり方で祝ってやるから、ありがたく思え。ありがたく思えだの何様よね。とりあえずあんたを倒せばいいんだな。確かにそうだが、もうちょっと言い方があるだろう。俺はこういう性格なんだ。聞くほど身も蓋もないのよ。相変わらずノリの悪い野郎だぜ。だが今回の俺は一人じゃねえ。次元の狭間で巡り合ったかけがえのない友がついてる。友？見せてやるぜ俺たちの友情をな。友情パワーでパーティー組んで寄ってたかって袋叩きだ。友情っていうか頭数で押すだけの単に卑怯な作戦じゃないの。俺は構わない。多数を相手にするのは慣れてる。袋叩きと言ってくれたな。やれるものならやってみろ。いい覚悟だ。望み通りボコボコにしてやるぜ。そう、塔を登ってこい。首を洗って待ってろよ。顔を洗って待ってるぜ。ギルガメッシュの友だってさ。誰かな誰かな。強敵と書いて友と読み系。戦ってみてのお楽しみだね。大体想像はつく。どうせトンベリだのそのあたりの連中だろう。君ほんと身も蓋もないね。
歯向かうと涙を流す。相手とは戦うな。たどり着いたと褒めてやりたいところだが、ここまではほんの小手調べ、ほぼ接待のようなもの。そうだな、全然手応えがなくてやりがいもなかったな。そんなお前のために用意してやったのが、このタワーでしか手に入らない激レア限定スペシャルカード。俺特製のプレゼント、もう手に入れたか？あんたが作ったカードか。役に立つんでしょうね。もちろんだ。どう役立つ？集めて楽しいぞ。それだけか？全部揃えると友達に自慢できるぞ。そんなの全然意味ないじゃないの。友達に自慢なんてふざけんなっつーの。この子には友達いないんだから。悪かったな。この子の気持ちを考えなさいよ。カードを集めれば集めるほど、でも俺には自慢する友達がいないんだって、どんどん惨めになっていくのよ。お、そうか、それは気の毒なことをしちまったな。本当にすまなかった。バカバカ、俺のバカ。まったく、もう本当にひどいよね。お前かな。Yeah.
いい感じだね。どうやら今度のギルガメッシュはどこかの世界の英雄がどうのこうのと説教する気はなさそうだな。それはそれで寂しいけどね。あれ、それなりに好評だったみたいだし。あいつの講義は長すぎる。歴代の光の戦士の物語。光
人事みたいに言うけどさ、君だってパラミティアでカオスを倒してめでたく光の戦士になった暁にはギルガメッシュの講義に登場するかもよ。迷惑な話だろ。ノリの悪いひねくれ野郎とでも言われるんだろうな。そんなこと言うけどさ、君だって語り継がれるのはまんざらでもないんじゃないかな。何言ってんだ、全然まんざらでもなくない。本当かな。なくないなんてなくなくない。なくなくなくない。思うんだけどさ、君たまにノリいいよね、変なところで。
時が。見逃して欲しかったのか。勝てない相手とは戦うな。来たな。俺たちは腕に覚えの友情タッグ、アラブル剛腕ウネクル触手、二人合わせて手数で勝負。手に手を取って戦わば手がつけられない腕自慢、口先八丁手八丁、お前を手玉に取ってやる。おいどうした俺ちゃん、テンション低いぞ。そうか、
オルちゃん妖精が怖いそうだ。うっかり余計なことを言ったらたこ焼きたこ刺したこ殴りだから口を慎むとのことだ。あっそ、タコ中にしては賢い判断ね。とりわけ年齢の話題は地雷らしいな。エコお姉さんえげつないですぜと言ってるぞ。誰が姉さんよ、寝言は寝て言えっちゅの。俺にはよくわからんが乙女心ってやつか。たとえ微妙なお年頃でも無理して若作りなんかしないでありのままでいいのにな。あんたね、ギルガメッシュ、その話はやめた方が身のためだぞ。でもお前ならわかるだろ、年を重ねてこそ醸し出される大人の魅力って素敵じゃねえか。そう、例えるなら遥かなる時を超えて発酵した漬物のごとき。何が発酵だ、せめて熟成って言え。もう勘弁なんないっつの。このタコ中どもまとめてぶっちめて。何をしっけな、俺のどこがタコだ。6本腕と2本足合わせて8本、じゃあタコでしょうが。おお、言われてみれば確かに。納得したところでお仕置きの時間だ。エコーの怒りの矛先が俺に向いたら面倒だからな。涙を流す。
ったと思うなよ。俺に向かうと涙を流す。確かあんた言っていたな、冒険のクライマックスがどうこうで俺を祝いにやってきたとか。いつ祝ってくれるんだ。歯ごたえがなくて退屈なだけだ。さっさと次の出し物を披露してもらおうか。ふふん、大きな口を叩いていられるのも今のうちだけだぜ。なぜならば、次の相手はお前なんかよりも大きい口だからだ。デモンド先生。ご存知、デュポン先生だ。光の戦士らしくないお前のひねくれ根性に愛の無知&教育的指導だ。俺も鬼コーチとなってお前をビシバシしごいてやるぜ。まったく余計なお世話だが、やり合えるのは悪くない。だったらティポーン先生に俺の腕を見てもらって、
採点でもしてもらおうか。反抗的な生徒だな。職員室に呼び出して反省文を書かせてやるぜ。俺とお前とデュポーン先生、バトルで三者面談だ。仰げば尊し戦士の恩。
開く。
頂上か。あんたに付き合うのもこれで終わりだ。ああ、いよいよだ。ついに終わる。終わっちまうぜ。お前の旅が。なあ、ギルガメッシュ。あんたはこれまで他の世界でたくさんの光の戦士たちに会ってきたんだよな。あんたから見てどう思う？パラミティアの俺は光の戦士になると思うか？失格だ。はっきり言うんだな。俺に聞いたりするからだ。何かになろうとするにあたってなれるかどうか人に聞いてるうちは何者にもなれやしないぜ。他人なんざ気にせずがむしゃらに生きたやつだけが誰のものでもない自分だけの場所へたどり着く。覚えておく。別に俺は光の戦士になりたいと心から願ってるわけでもないけどな。ならばお前はここまでだ。俺に敗れて旅を終えるか、俺に勝って終わりへの旅を続けるか、二つに一つの運命を剣にかけて選ぶがいい。選ぶまでもない。誰と戦うことになろうか、たとえカオスが相手だろうが、最後に勝つのはこの俺だ。魔法剣逃げ打ち。まったくお前は大したやつだ。
俺たちパーティーの挑戦をしっかり乗り越えやがったぜ。何がパーティーよ。お祝いのパーティーかと思ったらパーティー組んで襲ってくるなんて。まあいいさ、気楽にやれたのは確かだ。予言だのなんだのめんどくさいことを忘れて迷わず戦えた。俺はただお前が前に進んでいく姿を見たいと思っただけだ。そしていつの日かお前が運命の終局に達し誠の英雄となったとき、お前を倒し武具をいただく。とはいえこの子ひねくれてるから真っ当な光の戦士になれるとは思えないけど。上等だ。俺は様々な世界で光の戦士たちに会ってきたが、ただのいい子ちゃんなんて一人もいやしなかったぜ。みんなそれぞれどこかしら欠けていたり抜けていたり曲がっていたり歪んでいたりだ。そんな弱点を乗り越えてこそ、あるいは己の欠点を受け入れてこそ強くなる。わかった。下を向いて食いるぐらいなら前を向いて開き直ってる。その息だ。お前が最後の最後までお前らしく戦うことを心から祈っているぞ。次元の狭間でまた会う日まで、今はさらばだ我が友よ。